パラパパパパパーチェラッ。こんばんは、道玄坂ニュースのお時間です。はい、それではですね、ただいまより本日から、2月29日、今年はうるう年でございますね。2月29日までの道玄坂カフェの予定を皆さんにお知らせしようと思います。ではまず本日、2月17日水曜日、通常営業でございます。皆さんどうぞ遊びに来てください。はい、続きまして2月18日、通常営業はいくらか教えてください。失礼いたしました、通常営業ですが、1500円ワンドリンク付きとなっております。2杯目以降はお店で直接ご注文をお願いいたします。なお、お店の営業時間は23時までとなりますのでご了承くださいませ。はい、それでは次2月18日ですが、こちらは貸し切りで、カラオケのオフ会があるようです。はい、次2月19日、こちらも貸し切りとなっております。貸し切りのお時間ですが18時から、貸し切りなんですが、2月19日に関しましては、こちらですね、午後の5時、17時でお店の方がですね、一時閉店となりますので、遊びにいらっしゃる際は14時から17時までの間ということでご了承お願いいたします。はい、ちなみに2月19日の貸し切り、こちらはですね、演劇系の貸し切りで、おとぎ遊戯さんという演劇集団がございまして、こちらの皆様が、いろんな演劇を見せてくださるということで、はい、コンスタントに道玄坂カフェの方ですね、借りていただいております。もしよかったらご興味のある方、道玄坂カフェ、またはですね、おとぎ遊戯さん、あのおとぎ遊戯でこちらツイッターの検索もかけてみると出てくると思いますので、よし、あ、これはそうですね、はい、以前のこちらの動画を YouTube にアップした際に、はい、説明文の方にリンクを貼ってくださるということでございます。気になる方はご覧ください。はい、続きまして2月20日、土曜日でございますね。こちらは終日貸し切りになっております。12時から23時までの貸し切りです。12時から17時までの間、こちら紅茶のオフ会となっております。皆さん紅茶お好きですか？紅茶が好きな方、もし紅茶にご興味がある方は、あの道玄坂カフェ、またはですね、あのミクシーの方から道玄坂カフェ の、 管理者の方、もしくは時田までご連絡ください。ニュースっぽくなくなってきちゃったはい、次ですね、こちらもあのこの1日ですね、道玄坂カフェをコンスタントに借りてくださってる、幹事さんが終日貸し切ってくださってるんですけれども、20日の18時から23時のお時間はカラオケのオフ会ですね、アニソン多めのカラオケオフ会となっておりますので、ご興味のある方、お店に直接ご連絡お願いします。はい、では次、2月21日日曜日ですね。日曜日12時から17時までの間、こちらは歌吉という、インディーズ系のですね、方や、アーティストさん、いろんな活動をしている方をお呼びして、トークとあと歌を楽しむというイベントが、トークイベントですね、こちらの方がですね、開催されます。こちら毎月開催となっておりまして、貸し切りで、ご案内させていただいております。気になる方は歌吉で、検索をかけてみてください。はい、その次ですね、18時から23時、こちらもお揃います。2月21日終日貸し切りでして、18時から23時も貸し切りとなっております。こちらはゼロアメニティさんという演劇集団の方が、公演をしてくださいます。よろしければ遊びに来てください。19時夜の7時開場となっております。はい、ではその次、2月22日にゃんにゃんにゃん猫の日ですね。はい、こちらはですね、通常営業となっておりますので、14時から、23時お好きなお時間で遊びに来てください。よろしくお願いします。続きまして2月23日こちらも14時から23時までの通常営業となっております。2月23日火曜日はモンハン、道玄坂カフェは、モンハンをですね、火曜日にこう力を入れてやっておりまして、
ただいまモンハンクロスなど結構盛り上がってますけれども、 ご興味のある方全然当日にいきなり遊びに来ても大丈夫なので、よかったら遊びに来てください。はい、2月24日ですね。恐れ入ります、こちらが18時から23時の間貸し切りとなっております。水曜夜は貸し切りです。ご来店の際はご注意くださいませ。2月25日はい、恐れ入ります、こちらもですね18時から23時、こちらも完全貸し切りとなっております。はい、お昼は14時から17時までは通常営業です。はい、そうですね、2月24日、2月25日、14時から17時までは通常営業なんですが、もしかしたら撮影をしている可能性もあるかもしれませんので、ただ普通に遊びに来ることができるので、はい、そちらの方はお気軽にご来店ください。はい、2月26日、14時から23時までの通常営業となります。ただ18時からですね、22時まで、こちら私、主催の人狼オフ会がございます。当日参加も全然できますので、ご興味のある方、人狼を始めたばかりの方ですとか、あとブランクがあったりして、ちょっとしばらくやってないんだけどまた遊びたいなっていう方、初心者さんから中級者さんにですね、遊びに来ていただきたいなと思っておりますので、はい、もしよかったらぜひ、2月26日金曜日18時からの初心者さん歓迎人狼オフ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、では続きまして、2月27日土曜日、12時から17時までは通常営業となっております。貴重な土曜日、通常営業、もしよかったら皆さん、お休みを利用してモンハンですとかボードゲームですとか、そういったものを遊びに来てください。18時から23時までがこちら貸し切りのカラオケオフとなっておりますので、2月27日土曜日通常営業でご利用の際は17時までとなります。ご注意くださいませ。はい、では次、2月28日ですね、2月28日日曜日、こちらも12時から17時までの間は通常営業です。ただこちらですね、通常営業内でのカラオケオフがございますので、はい、カラオケがお好きな方はですね、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ジャンルはですね、アニソン多めという形になります。はい、18時から23時おそれいます、こちらが貸し切りとなっております。こちらですね、27日、28日両日とも12時から17時までが通常営業となりますので、お間違いないようお願いいたします。はい、では最後、うるう年、2月29日月曜日、こちらは18時か23時、貸し切りで、僕ら TV というですね、僕ら談義さんという方々の、劇集団の方の貸し切りとなっております。はい、12時から17時までは通常営業となります。はい、それではここまでが2月29日までのご予定となりますので、皆様いかがでしょうか。何かタイミングが合うところがあれば、ぜひこの機会に、通常営業でもですね、興味があるそのオフ会でも大丈夫ですので、貸し切りの時を除きまして、はい、道玄坂カフェにぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。以上をもちまして道玄坂ニュースの、お時間でございました。ではまた次回お会いいたしましょう。てててててれてーてれ